アカデミーのことは任せたぞ。やはり完全な探知は難しいのか。はい、現状では。でもここのポイントを調整できれば精度を高められると思います。そうすれば未知のレムナントも発見しやすくなるんじゃないかと。なるほど、やってみる価値はありそうだな。はい。いや、立派なもんですな。で、なんでラッシュは不機嫌なんだ？イリーネが巣立って寂しいのよね。別に。未知のレムナントには分かりにくいものもあると思います。例えば人の姿をしているとか。いくらなんでもそれはないよ。共和会議は中止だ。メルフィナ、バルテロッサ、ロイオティア、そしてセラパレス、主な諸侯が欠席だ。偶然にしては妙ですな。それも調べておくようにとのことだ。ゴール公は本当に人使いが荒いですな。直ちに出発するぞ。それでイリーナ城。私も行きます。いや、しかしそれは。お願いします、タビット様。私にしかお手伝いできないこともあるはずです。それに私は自分の力を恐れたままでいたくはないのです。わかった、同行を許そう。エミ、旅の間彼女を頼む。自分の身を守れる程度には鍛えてくれ。イエス、マイロード。ありがとうございます、タビット様。Thank you.
クーバインコ。イリーナ、君がイリーナ・サイクスか。噂はいろいろと聞いている。何かが体に流れ込んでいます。これはレムナントの力？なんだと？どういうことだ？なぜそんなことが？何者かが動いている。僕の体を蝕み、飲み込み、支配しようとしている。感じるんだ、何者かの意志を。ダビッド、君は感じないのか？すまない。ゴール校に報告せねば。ゴール城へ向かうぞ。イエス、マイロード。ダビッド、僕がこんな状態だってこと、あの親父には黙っておいてくれ。調子に乗るに決まっている。わかりました。そうか、クーバインの小僧は何者かの意思と言ったのだな。はい、議長。確かに、わしも近頃得体の知れん力を感じている。誰だ？久しぶりだな、ゴール公。エルマイエン候補。嘘だろ、そんなバカな。今は貴様が共和会議の議長だそうだな。主であった私を差し置き、随分出世したものだ。どうした？この力、クーバイン校に感じたものと同じ。素晴らしい。レムナントより授かりしこの力、すべてが私の思うがままだ。この力があれば怖いものなどない。皆にも分けてやろうと思ったのだが、他の諸侯は耐えられなかったようだな。残念だ、この私腹を共有できないとは。まさかあなたが？なぜです？私と共に来い、ゴール公。世界をこの手につかむのだ。今度こそな。エルマイエン公。ゴール公、お下がりください。話が通じる相手ではありません。マーシャルの巫女よ、これは神託なのだ。我らは解放されるべきなのだよ。何のこと？下がれ、イリーナ。今日のところはこれで引き下がってやる。また近いうちに改めて来るとしよう。その時は良い返事を期待しているぞ、ゴール公。ご無事ですか、ダビッド様？ああ、すまない。
ウィルフレッドはナーガプールで死んだものだと思っていたが。ありえねえよ。一体何がどうなってるんだ。ゴールコ、どうなさるおつもりです。エルマイエン公のことだ。来ると言ったからには必ず来るであろうな。わしの手で葬るのがかつての主に対しての礼儀よ。戦の準備だ。しかし、ウィルフレッドはどこに潜んでいるのでしょうか。ナーガプールは未だ壊滅状態ですし。ダビッド様、ちょうどよかった。どうしました。これを見てください。この黒い光点は突如現れました。これもレムナントなのですか。そのはずです。ただ普通のレムナントとは違い、周囲のレムナントから力を吸収し、ある一点へと集中させています。周囲のレムナントの力を吸収。そんなレムナントがあると我々も初めて知りました。詳しく調べる必要がありそうですな。吸収した力をある一点に集中させているとのことですが、その一点とは。黒い光点に囲まれたここです。ここはケーニヒスドルフですな。重要な戦では必ず使用されたという由緒ある砦です。イリーナ、この場所、ウィルフレッドと同じ力を感じます。ではここに。よし、戦の準備を進めろ。これよりケーニヒスドルフに攻め込む。イエス、マイロード。それからゴール公にはまだこのことを伝えるな。無茶をしかねん。お二人にお願いがあります。イリーナ城、もう少しだけ我々と同行させてください。この先きっと彼女の力を必要とする時が来ます。もっともそれは彼女を危険にさらすことを意味します。ですから無理にとは。イリーナはもう一人前です。本人の意思に任せます。ありがとう、お父さん、お母さん。ダビッド様、よろしくお願いします。ほらほら、さっさと準備しようぜ。ああ、そうだな、急ごう。
黒い光点はあの中か。よし、一気に攻め落とすぞ。こいつらを叩くぜ。見せてやるぜ。わかったとさ。
るね。うん、そうした。
ここに黒い光点が。はい、力を感じます。誰だ？あー、美しい。なんと美しく散ってくれたことか、この私のために。ああ、卑しき我が部下どものことだよ。足止めすらできないような使えない連中だが、私の愛する死だけは見せてくれた。そう、死は美しい。三千と輝くこの私の次に美しい。だが貴公らはどうだ。汗と泥の入り混じった汚れた異臭を放ち、野獣のような下劣な殺気をまとって土足で上がり込む。しかもそれが覇王様の崇高な目的を邪魔するためだというではないか。醜い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 。
汚物のような気候らを七人衆がレイ、スニーワンがきれいに洗浄してあげよう。気候ら自身の血の池でね。
行きますよ。大丈夫ですか？どうだ、フフフフ。
私と美しいシラマジに会い、究極の美を私は手に。まあ、実力だな。おお、感謝します。いくつになっても成長はできるということだ。こいつらは覇王の部下、ウィルフレッドとも関係が。レムナントの力の流れが弱くなった。何？間違いありません。ケーニヒスドルフを覆っている壁が薄くなっています。まさか今のものが黒い光点だと。周囲のレムナントの力を吸収しケーニヒスドルフへ送っている。はい、おそらく。そんな、では彼らがレムナントだと？そこまではわかりませんが。そんなことで悩むなよ。とにかくこいつらを全員倒さなきゃケーニヒスドルフには入れないんだろ。確かにそうだ。すまん、ラッシュ。行くぞ、すべての七人衆を倒す。Yes!
ライデン。少しは成長したかな。おお、感謝します。様のおで、お前たち、倒す。怖い。ここは怖い。お前たち、怖い。お前たちはここで死ぬ。死に臭がれつ隋道の手によってな。なあ、兄弟。怖がることは何もない。そうだ、行き着く先はみんな一緒だ。天に登って楽しくやろう。一緒に仲良くやろう。
こいつらを叩くぜ。ないな。
Thank you.
行くよ。
Oh!
いな。疲れました。これは行くぞ。お前らなんか敵じゃねえ。少しは成長したかな。嬉しい。ああ、声が。
声が聞こえる。あんたらは俺より残酷かもな。後ろを振り返ってみろよ。ほらいるだろう、あいつらが。なあ、あんたらにはこの声が聞こえないのか。殺された俺の可愛い可愛いしもべたちの叫びが。さあ、苦しみもだえながら死ぬまで踊ってくれよ。七人衆がオン、ルドープが奏でる死の旋律でだ。
します。